近藤学人のランウェイレディオ。皆さんこんばんは。12月9日水曜日22時になりました。ランウェイレーディオなんですが、すいません皆さん、ちょっと忙しくてね、忙しくて暇すぎて何しようか考えるのが忙しくて、収録のことを完全に忘れておりまして、おそらく22時にはお届けできていないんじゃないかなと思います。本当に皆さんすいません。もうね、たくさんの方が待っててくれたと思うんですよ。22時に始まるぞって言ってね、1分ぐらい前からランウェイレディオ開いて、ね、もう、毎週毎週、視聴率が落ちていきますからね。かましいわ。いや本当にすいません、ここからは、劇にやっていきたいと思います。水曜パーソナリティ近藤学人です。よろしくお願いします。そしてこの番組はキリンイミューズの提供でお送りいたします。びっくりしたでしょ皆さん。そうなんですよ、この番組はキリンイミューズの提供でお送りいたすんです。さしてください、本当にありがとうございます。さあ、そのキリンイミューズのご紹介させていただきます。イミューズはキリン、小岩井乳業、共和発酵バイオのキリングループ3社がそれぞれの強みを生かして共同で立ち上げた35年の免疫研究から生まれたブランドです。プラズマ乳酸菌の働きで健康な人の免疫機能の維持をサポートする免疫機能では日本で初めての機能性表示食品です。月曜日のね、コウスケも言っていました、イミューズ何々派だと。ちなみにもうね、近藤学人に関してはこれキリンのね、自称アンバサダーなわけですよ。吉田麻也ね、森重がやってましたけども、近藤学人もアンバサダーなわけですよ。もうこんなもんは言っちゃえばね、言っちゃえばアンバサダーですから。そんなね、近藤学人はもうイミューズもうずっと押してますし、ずっと飲んでますよ。これね、レモンでも水でもマジでどっちでも美味しい、美味しいっていう言い方がするとちょっとおかしいのかもしんないけど、もちろんレモン味に関しては美味しいよね。美味しい、なんかリフレッシュしたい時にね、さらっと飲むとね、いいですね。ただね、スポーツの合間だとか、スポーツ後はもう圧倒的に水ですね。イミューズの水。圧倒的です。もうね、こういう使い分け、学徒レベルだとしてるから、でも、コウスケとかはね、おそらく使い分け、なんてしないよね。だからね、これ聞いてる皆さんはシーンシーンでね、使い分けしてほしいなと思います。なんか仕事の合間とか、なんか遊んでる時の休憩でちょっと飲みたいな、なんかちょっと口味欲しいなっていう時にね、レモンめちゃくちゃ爽やか、美味しい。そしてスポーツしてる時だとか食事中なんかは、水、これ最高だってさ。そもそもね、免疫機能の維持をサポートしてくれたり、免疫機能では日本で初めての機能性表示食品ということでね、もうそういう面でも最高にいいわけだから、飲みまくってはどうでしょうか。そして私、近藤学人、キリンビバレッジさんのドリンクで言いますと、まあいろいろ飲んでますけど、
特に好きなのは午後の紅茶、無糖。これはね合うのよ。これ俺もびっくりしたんだけど、カレーライスとか、他にはね、これ合わない。おにぎりとかもそうだよね。うん、お米なんかもそう。紅茶ですから合わないだろうって俺思ってたわけよ。やられました、CM でね、リリー・フランキーさんなんかがね、カレー食べた後に飲んで、いけるみたいな話してたんですけど、いやいや CM ですからって思ってたんですよ。で飲んだらもう抜群に合うね。っていうか全ての食事に合うんだわ。これね、騙されたと思って皆さん、ちょっと午後の紅茶無糖飲んでみてください。あ、ガクトはそのなんだろう、宣伝のためだけに言ってなかったなっていうのが本当にわかると思います。これね、キリンイミューズさんがそれこそね、こうやって番組についてくれたから言ってるわけではなく、もう俺は本当にずっとキリン飲んでるし、午後の紅茶無糖はすごいよ、すごい。そして、なんかね、ガクトに言われたから飲んでみたみたいなのね、皆さんが SNS とかで上げていただければ、自称アンバサダーから本物のアンバサダーへの道がね、近づくんじゃないかっていうふうには思ってますんで、ここからはもう皆さんの力がガクトを本物に導きますんで、ぜひその辺もよろしくお願いします。それではこのコーナー行きましょう。プレイヤーズアイ。さあ今日のプレイヤーズアイですが、もうね、近藤学徒目線でちょっと物事の話をねしたいと思うんですけど、皆さん、まあ記念日ね、もうすぐクリスマスですよ。クリスマス、このね、クリスマスとか皆さんどう思いますかいや、どう思いますかっていうのも、まあもう近藤学徒個人的にはなんかクリスマス別にいらねえじゃんってすげえ思うわけよ。まあね、子供たちにとってはちょっとそのクリスマスプレゼント、サンタさんにプレゼントもらうっていうのがあるから、まあ夢を与えるとか、例えばね、誕生日とクリスマスは何かもらえる日だから、なんかいい子にしてなさいとか、何か頑張ったらサンタさんプレゼントくれるよっていうモチベーションになるっていう意味ではいいんだけど、これもうサンタさんがね来なくなってしまった大人たちってもう、これね、世の女性の方聞いてたらごめんなさい、もはやこんなもん、女性が男性にプレゼントをもらえる日みたいな、いや思ってるでしょ絶対。その例えばじゃあ彼氏がいる女性でね、クリスマスをその過ごす、一緒に過ごすってなったら、そのプレゼント 100% 期待するでしょ。し、なんならクリスマスに欲しいプレゼントとか言うでしょ。なんかクリスマスのイメージだとね、なんかアクセサリーとかになるのかな。いや別に俺がその今までね、ねだられてプレゼントしたわけじゃないんですけども、なんかその男性の方がお金使ってる。いやいや、いいんだよ。ガクトは基本的に、やっぱり人を喜ばせることにお金を使いたい、なんか、性癖があるから、性癖っていうのかな。だから、その、
女性に対してのプレゼントとかはもうそのケチるとかそんな嫌だなとか思ったことはないけど、クリスマスっていう存在を考えた時になんか毎年世の男性は女性に何かあげる日になってるし、その比率で言ったらさ、プレゼントの比率って基本なんか男性の方が絶対に高いものあげてない？え？そんなことない？いや、そんなことなくないよ。絶対絶対女性から男性に贈るプレゼントより男性から女性にプレゼン贈るプレゼントの方が高いと思うな。高いと思うんだ俺は。結婚してたらなおさらじゃない？なんかどう？結婚してて男性がとりあえず働きに出てて、女性の方は子育てとかしてるっていう方はまあこれはまあしょうがないのかな、うん、いつもありがとうっていう感謝の気持ちも込めてプレゼント、いやけどそれでも逆もしかりだよね。いつも働いてくれてありがとうっていう意味ではどうしてんだろう。え、結婚してる方どうしてるんだろう。なんか好きなもの買っていいよっていうのかな。あ、やべ、結婚してねえから全くわかんねえ、そこんところ。これは語れないわ。うん。けどで、けどだ、けど、けど俺がもし結婚したとしよう、うん、は？結婚いいじゃん、別に妄想ぐらい喋ったって。結婚したとしよう、うん、ってなったらおそらく俺は、例えば専業主婦で頑張ってくれてる女性だとしても、俺は多分高いもん買って帰るよね。サプライズとか好きだから。なんか基本そのいつもの行動とかいつもの言動で、あ、これが欲しいんだろうなっていうものを意外と用意したりするんで、クリスマスとか、あとはなんかちょいプレと言われる意味のわからない、別に記念日でも何でもない日にあげるプレゼントなんかはそういうものをあげたりするんで、あれだけど、多分奥様から俺はプレゼントもらわないな、もらえない。うん。え、女性の皆さんって、まあ男性もそうだけど、そういうとこって気にしてんのかな、その普段の言動とか、なんか女性と一緒に街歩いてる時の女性の目線とか、なんかあーこれ欲しいなみたいな、サインで、サイン出してたらちょっといやらしい女性になっちゃうけど、そういうのなんとなく気づけるように、なんだそこアンテナ張ってんのかな、みんなは。もう俺はガンガンアンテナ張ってるから、全然お金なくたってそういうのね、魔法のカードあるじゃん、なんか現金払わずにさ買えるカード、あれほんと不思議だよね。うん。なんかお金払ってる感覚ないけど、結局後から請求するから払わなきゃいけないんだけど、なんか0円で物買えてる、うん、感覚になる。いいんだ、こんな話はどうでもいいんだ。だから世のね皆さん、クリスマスちょっと女性の方がなんかクリスマスで得することが多いんじゃないかななんて思ったエコンドガクトなんですけど、別に何回も言うけど、別に俺はそんなあれだよ、クリスマスだからといってケチったりはしないよ。もうやるときはやるんだから、ほら。ああ。ただ、うん。未だ独身でございます。ということで、プレイヤーズアイは今日、ガクト目線でクリスマスについて、皆さん謎じゃねっていう、うん、話でした。クリスマスムードね、だんだん出てきてるんで、ちょっとこういう話したくなっちゃいました。別に俺は別に小さい男じゃないから、うん、俺は買うよ今年もクリスマスは、ガツンと。あ、自分に書いて、自分に書いて、いいものくそ、誰か買ってくれ。というわけで、皆さんからのメッセージ、そしてクリスマスプレゼントもお待ちしておりますので、皆さんどんどん送ってください。水曜ランウェイレディオはここまでです。皆さん乾燥する季節になってきましたのでね、うん、体調管理気をつけて、ぜひキリンのイミズなんか飲んでね、うん、普段の
なんだろうな、健康管理など健康管理とか、水分補給などね、していただけれたら、この時期も元気に乗り越えられるんじゃないかなと思います。それでは、ランウェイレディオ、次回は明日木曜日の吉本マネージャーのランウェイレディオでお楽しみください。それではこの曲でお別れしましょう。水曜パーソナリティ近藤学人でした。ゆっくりと12月の明かりが灯り始め、慌ただしく踊る街を誰もが好きになる。僕は走り閉店間際、君の欲しがった椅子を買った。荷物抱え電車の中、一人で幸せだった。いつまでも手をつないでいられるような気がしていた。何もかもがきらめいて、がむしゃらに夢を追いかけた。喜びも悲しみも全部分かち合う日が来ること、思って微笑み合っている、色褪せたいつかの。免疫機能で日本初、キリンイミューズ。私たちキリンの35年の免疫研究から生まれたイミューズは、プラズマ乳酸菌の働きで健康な人の免疫機能の維持に役立つ。免疫機能で日本初、あなたにも免疫ケア週間プラズマ乳酸菌1000億個、キリンイミューズ。